昨夜、徳川グループ三代目、現徳川グループ総裁のジョゼフ・サダオキ徳川が、ナーク麻薬及び臓器密売、殺人教唆の容疑で検察庁に送検されました。なお、爆発のあった徳川ビルブロップは、現在ご覧のように折れ曲がっていますが、調査当局によりますと、崩壊の心配はないとのことです。ビヨンドへの影響もありません。付近住民への避難勧告も解除されました。まるでこの支柱は今回の徳川グループを象徴するようです。この事件によりこれからの宇宙開発に大きな問題提起がなされたことになります。 CM に引き続き BBC ではこの事件の報道特番をお送りいたします。これから忙しくなるな、エド。定年はお預けだが無理はするなよ。気のいいところを見計らってやめればいいさ。ジョナさん、ん？いや、いいんだ。これカレンから預かったものだ。機内で開けてくれ。そうか。エド、俺もお前に渡すものがあるんだ。なんだ？これさ、見てみろよ。これは、マークが。ああ。俺の顔。俺のエド、もう大丈夫だよ。マークはお前を理解してる。ジョナサン、ありがとう、ありがとう。エド、エド、話してくれないか。じゃあな、エド、元気でな。ジョナサン、もういいところだ。こっちに残らんか。いや、ここに俺の居場所はない。行くよ、エド。そうか。ジョナサン、ジョナサン、俺たちはいいパートナーだったよな。ああ、最高の友達さ。ジョナサン、友達に忠告しとく。タバコはやめるんだぞ。考えとくよ。徳川グループの汚職事件は今後の宇宙開発に大きな課題を残すことになりました。なお、徳川事件以来しばらく休養していた私カレン北条も今日から元気に仕事に復帰いたしました。これからも変わらず頑張っていきたいと思います。応援してください。コリンズ博士から全てを聞きました。私なんて言ったらいい。私はいつもパパのそばにいます。あなたの娘カレン。追伸、忘れ物よ探偵さん。ママに叱られるわよ。Do
ヨンドと地球は一続きだ。たとえどんなに離れていても、地球との関係は不変なんだ。子は親を踏み越えて成長していくが、離れるわけじゃないんだ。俺たちはいつも近くにいる。いつも見守っている。